関係、特撮関係が好きで、ゴジラとか、うん、自分でね、チャンネルの中で、そのソフビを使って怪獣のね、紹介をしてるっていう番組をね、されてるんですよね。うん、そうだね。ななとらまん出演、それから編集が父、プロデューサーが母ですね。そうですか。そのように、まあ、設定になっております。あ、なるほど。はい。このね、最初に YouTube で怪獣のことを話そうと思ったのってどういうきっかけなのかな。結構なんか形とか、あとはなんか強さとかが、あとはなんか目とか目とか、ね、なんか目とかかっこいいなって思って、結構怪獣とかウルトラマンとかが好きになりました。